今回は仕事は一冊のノートで10倍差がつくという本をご紹介します。本書は鈴木伸介氏による著書であり、彼の思考の整理家としての経験や知識をもとにノートを使った脳内整理の方法を解説しています。本書は現代社会の急激な変化やストレスに悩む人々に向けて、ノートを活用して思考を整理し、仕事や人生の悩みを解決する手法を提供しています。著者は20年以上にわたり企業や個人に対して思考の整理を通じた成果を出す方法を指導してきた経験を持つ。そして本書ではノートを使って脳内をすっきりさせ、悩みや問題に対処する方法を示しています。ノートとペンがあれば日常生活で直面する様々な悩みに対処できるとの主張があり、その根拠やメリットについて解説されています。著者はノートを使うことに明確な目的があり、それは思考を整理することにあります。単なる情報のインプットだけではなく、ノートを使って自分なりの考えを整理し、自分だけの正解を導き出すことが重要だと説明しています。デジタルツールに比べてノートが持つ書く自由度が高く、自分の思考を整理しやすいため、ノートが有効なツールとされています。また本書ではブレインダンピングという概念が紹介されています。これは頭の中にある情報を外に出すことで整理しやすくする手法で、マインドフルネス、見える化、客観視の3つの要素が挙げられています。これらの要素を組み合わせることで、ノートを使ったブレインダンピングが脳内整理に有効であるとされています。また、ノートはきれいにまとめなくてもよく、重要なのは書き出した内容を眺め、他者の視点から考えることで客観視しやすくすると強調されています。本書はこれらの考え方をもとに、以降の章で書いて脳内を整理するための具体的なメソッドを解説しています。仕事や日常生活において効果的なノートの活用法やアプローチを提供し、読者がストレスを軽減し、仕事の能率を向上させる手助けとなることを目指しています。感想として、この本は非常に実践的であり、ノートを使った思考整理の方法が分かりやすく解説されている点が良いと思います。著者の経験や具体例を交えながら、ノートを使うことで得られる効果やその背後にあるメカニズムを理解しやすく伝えています。自己啓発や仕事の効率化に興味がある人にとって、実践的な手法を学ぶ上で価値のある一冊と言えるでしょう。